まあそうですね、先制できて、まあ、前半の最後に2点決められたっていうところで、やっぱ気持ちの部分で少し、まあ、自分たちのイージーなミスからあの失点だったんで、まあ、ちょっとチーム全体として落ちちゃったところがあったので、まあ、そこはチーム全体として改善していかなきゃいけない点だと思います。しかし非常に拮抗したゲームだったかと思います。また今季初得点も生まれましたね。まあそうですね、まあ、勝ってないのであんま嬉しくないですけど、まあ、次の試合もまあゴール狙えるように頑張りたいです。では次節に向けて一言お願いします。まあそうですね、厳しい状況がまあ続いてるんですけど、まあ、やるのは自分たちなので、自分たちで変えていくっていうところを、まあ、まず結果として見せれるように、次は絶対勝ちたいです。ありがとうございました。